今回は9頭中6頭が初参戦。1番人気3番直線番長、2番人気は1番王者銀シャリボーイ、そして世界が注目しているのは2番スーパーフェロモンです。電波ゲータイム再生完了。スタートしました。世界最強決戦です。まず勢いよくぶっこんできたのは3番直線番長、紅色のリーゼントは男の勲章、騎手は反川姫路。続いて1番銀シャリボーイ、巣の匂いがするスーシウォーク、ジョッキー松岡からも巣の香り。そしてフランス娘ソニアとクレモンティーヌが操るのは2番スーパーフェロモン、世界にたった1頭ホワイトリムジン種。やや離れて4番手、4番忍者スナイパー、騎手のセルゲイプーチンは久野一を探しています。その後ろシーワールドから磯の香り、海賊カルキンが海で捉えました。とこれは大きい。6番トロヤンホース、ジョッキーはアニマルテクニシャン無愛参考。そして今世紀最大の発見、7番ウーマは意外とフレンドリー、騎手のドルジは寂しがりや。大きく遅れて8番我らがハリボテ LG3.0、 ジョッキーは手先が器用な高青年、手作り好き太郎。そんな LG に待ったをかけたのはメイドイン USA、 9番メカハリボテ、騎手はタイラーアーサーズ。さあどうなる。全く先行きの見えない第3回ジャパンワールドカップ、各馬第3コーナーを曲がっていきます。曲がった、ハリボテ LG、 どうやって曲がった。大欅を抜けて最終コーナーへと向かいます。先頭直線番長、その後ろ銀シャリ、スーパーフェロモン、そして後方にハリボテがいる。さあ最終コーナー、先頭は依然直線番長、内側立ちっぱなしの銀シャリボーイ、そしてスーパーフェロモン、ゾラシマイのムチタムチ、我慢の忍者、大外からウーマが腕を振る。ハリボテ LG スティルアライブ、メカハリボテがテールトゥーノーズ。さあ残り400、先頭を走るのは直線番長、内から銀シャリボーイ、とど真ん中2つのハリボテが上がってきた。早い早い、メカハリボテガチャリと鈍い音。残り 200m、 メカハリボテが前に出た。となんだ、喉から火の粉が流れ出している。と内側ハリボテ LG、 騎手月太郎が何かを出した。いやこらすごい足、来るかエレジ、来たエレジと見ている、来た来た来た、エレジゴール。ハリボテエレジ、やっと目的地にたどり着きました。大きなしゃもじで掘り返す炊きたての古い米、赤茶けたおかかを一振り確定しました。1着8番ハリボテエレジ 3.0、 2着にはメカハリボテが入りました。ジャパンワールドカップ、実況は茂木潤一、またお会いいたしましょう。五右衛門風呂。